今回はメソポタミアを統一したバビロン第一王朝、その崩壊について解説していきます。まずバビロン第一王朝がメソポタミアを統一するまでの過程を解説していきます。メソポタミア文明はペルシア湾に注ぐチグリス川とユーフラテス川下流域の川の間の地域で、メソポタミアとはギリシャ語で川の間の土地という意味だ。メソポタミアの北部をアッシリア、南部をバビロニアという。メソポタミアは肥沃な三日月地帯と呼ばれていて、食料もわんさか取れる豊かな地域だった。それゆえにメソポタミアは多様な民族であふれかえることになる。メソポタミアの覇者はシュメール人からアッカド人、そして再びシュメール人へと移り変わり、そのシュメール人の王朝であるウル第三王朝もついに滅びてしまうと、メソポタミアは様々な国が覇権を争う戦国時代となった。この時代を初期に激しく争った2つの大国の名前から維新ラルサ時代と呼ぶ。そんな維新ラルサ時代は一人の王によって終わりを迎えた。バビロン第一王朝のハンムラビは北部メソポタミア最大の大国アッシリアに侵入して、小国だったバビロンの勢力を拡大。アッシリアを大国に押し上げたシャムシアダド王が亡くなると、メソポタミアの周辺国家を滅ぼし、紀元前1761年にメソポタミアの統一を果たし、ハンムラビ法典の制定、そして今までのメソポタミア最高神のエンリルからバビロンの年神であるマルドゥクをメソポタミアの主神とし、盤石な支配体制を整えた。過去の動画で個別に解説をしているので、よかったら見てくださいね。前回までのバビロン第一王朝があまりにも快調すぎて、ほころびがあるようには感じられへんねんけどな。そうだな。だがハンムラビが紀元前1750年にこの世を去ると、その領土を次々と失うことになるんだ。ハンムラビの子であるサムス・イルナが後を継いで、8年が経過した紀元前1742年、ラルサのリムシン2世が反乱を起こした。続けざまに維新第一王朝最後の王、ダニク・イリシュの末裔を名乗るイルマイルがシュメール地方で蜂起し、ニップル南部のシュメール地方で独立を果たしてしまうんだ。ラルサはハンムラビがメソポタミアを統一する戦いの最中、じきじきに滅ぼした国で、維新王朝はそのラルサによって滅ぼされた国だな。ハンムラビ統一以前、メソポタミア戦国時代の二大大国が早速反乱を起こしてるやんけ。うむ、滅びたとて都市としての地位はどちらも高かったんだろうな。ハンムラビがマルドゥーク神を最高神にしたと言っても、シュメール文化に慣れ親しんだ人たちからしたら、最高神はエンリルであり、そのエンリルを祀っているのはニップルだったからな。宗教的な価値観の違いも反乱の原因やったんかもな。サムス・イルナはこれらの反乱の鎮圧のためにバビロニアの南部にあたるシュメール地方で転戦を繰り返し、ついにリムシン2世の反乱を鎮圧し、彼を処刑している。ふう、焦らせやがって。冷静にさばいていこうぜ。しかし鎮圧には成功しながらも、シュメール地方の各都市に大きな傷跡を残していくことになるんだ。サムス・イルナはこの反乱を鎮圧するために、ウルやウルクの市街の一部、そしてそれらの都市の城壁を破壊してしまっているんだ。破壊に対して破壊で返すのはヤバいループの可能性があります。混乱したシュメール地方の情勢を表すように、イルマ・イルムがペルシア湾付近に海の国第一王朝を建国。紀元前1739年にはエシュヌンナも独立を果たし、サムス・イルナの討伐軍は終始戦いを強要されたんだ。海の国ってなんや？急に出てきたな。うん、海の国に関してはマジで情報がなくて全てが謎だ。王たちはシュメール語風の名前を持っている者が多くいるため、バビロンが台頭する前にシュメール地方を統治していた維新王朝と何かしらの関係があるのかもしれない。確かに維新はシュメール文化を継承して繁栄した国家やもんな。そのやり方を踏襲したかもしれんってことか。だな。そして
この辺りからカッシート人メソポタミアへの流入も増加したと考えられている。カッシート人はザグロス山脈周辺からメソポタミアに侵入したという説が有力ではあるんだが、ぶっちゃけよくわかってはいないぜ。何せ彼らには独自の言語体系もなかったようだ。彼らは自分たちのカッシート語ではなく、アッカド語やシュメール語を行政や宗教の言語として主に用いたんだぜ。彼らは生存のためにメソポタミアの地に適合していったんだろうな。そうなん？元から文字とかなかった可能性は？それがな、とても少ないながらカッシート語の資料はあるんだ。カッシート語とアッカド語の大訳辞書というのが唯一の資料だ。マジで彼らは自分たちの意思で言語をシフトさせていったってわけだ。よくわからんやつがメソポタミアに増えてきたな。まあいきなりボンと増えたわけでもないぜ。カッシート人の記録が最初に登場するのは紀元前18世紀頃のバビロン第一王朝の時代で、傭兵や農業労働者として記録されているほかに、バビロンと彼らの戦闘記録も残されているんだ。じゃあ元からバビロンとカッシート人は争ったり強制したりを繰り返してたんやな。うん、サムス・イルナが王だった時代、カッシート人はバビロニアと頻繁に交戦しており、紀元前1720年にはシリア地方の都市国家であるテルカを占領してカッシート人の中心地としたんだ。紀元前1711年からはサムス・イルナの子アビ・エシフが後を継ぎ、カッシート人と交戦したんだが、徐々に融和策に方向転換している。なんや、急に仲良くなったんか？というよりかは友好関係を維持しないとバビロニアの国家が成り立たないくらいにカッシート人の人口がメソポタミアで増えたという方が正しいだろうな。メソポタミアにカッシート人が増えてきて、バビロンは以前ほどの支配力はなくなっていた。となるとカッシート人がバビロンを崩壊させたんやろうか。間接的な原因はそうかもしれん。だが直接的な原因はもう一つあるぜ。ヒッタイト人による侵略だ。また知らない方がメソポタミアに入出してきましたね。うん、まあヒッタイト人自体は初耳かもしれんが、彼らがやってきたアナトリア半島なら記憶に残ってるんじゃないかい？あ、北部メソポタミアからアッシリア商人が交易してたところやん。うむ、そしてわざわざアナトリア半島にアッシリア商人たちが足しげく通った理由というのが2つあるぜ。一つは青銅の錬成に必要だった鈴がアナトリアでは採掘できなかったことだ。アッシリア人の商人たちはその恐るべき交易範囲でイラン高原で大量に採掘できた鈴をアナトリア半島に持ち込んでバカスカ稼いでいたってわけさ。そして2つ目、アナトリア半島からシリア地方にかけて豊富に採掘できたとされる鉄という金属資源だ。鉄製や硬貨などはアナトリア半島で最初に誕生したという説があるほど資源に恵まれていたのさ。なるほどな。そのアナトリア半島で誕生した民族がヒッタイト人ってわけね。いや、それも違う。ヒッタイト人もアナトリア半島に移住してきた民族と言われていて、そのルーツは未だ不明とされているんだ。そしてもともとアナトリア半島に住んでいた民族をハッティ人というんだが、製鉄技術はハッティ人から教わったものという話もあるんだぜ。なんやその推論、どっから出てきた話なんや。しかもヒッタイト人とハッティ人って同じちゃうんか。うん、全く違う民族だと考えた方がいいぜ。ハッティ人が用いていたハッティ語は非インドヨーロッパ語族の言語だったのに対して、ヒッタイト人が用いていたヒッタイト語はインドヨーロッパ系の言語だったそうだ。じゃあ製鉄の錬成をハッティ人から教わったってのはなんでわかんの？それも言語によるものだな。ヒッタイト人もハッティ人も
鉄のことをハパルキと呼んでいたんだが、この言葉はヒッタイト人の言葉であるインドヨーロッパ語族では解釈できない単語なんだ。このことからハッティ人が鉄を用いる文化を最初から持っていて、そこにヒッタイト人が流入してきたと考えるのが自然だという話さ。謎の民族多すぎじゃね。これからの考古学にマジ期待。じゃあアッシリア商人がアナトリア半島で活躍してた時はまだヒッタイト人たちはおらんかったんか？いや、紀元前20世紀にはすでにヒッタイト人はアナトリア半島に登場しており、紀元前18世紀にはアナトリア半島のカニシュやハットゥーシャといった都市を次々と征服している。これがヒッタイト王国の元になったと考えられているんだ。このヒッタイト人については次の動画くらいで詳しく解説していくぜ。いずれにせよ、ヒッタイトはムルシリ一世の治世において大規模な遠征を行い、当時繁栄していたシリア北部の中心都市ハラブを破壊している。そして紀元前1595年にはバビロンにも遠征を行っており、このヒッタイトの強襲によってバビロン第一王朝は崩壊したんだ。いや、急に来た。虫の息やったとしてもひどすぎる。しかしヒッタイト人、アナトリア半島からこんな遠いところまでよく来たな。戦闘民族やったんか？ヒッタイトはその豊富な資源で鉄を大量生産し、青銅が中心だったメソポタミアに対して有利な戦を展開したと考えられている。まああくまで一つの説だがな。なんや、熊特有の含みのある言い回し。いや、ヒッタイトは鉄の技術を独占し他の民族を圧倒した的な話は実際のところ真実かは微妙なところなんだ。鉄の錬成はもっと以前からメソポタミアで行われていたことだし、ヒッタイトが優れていたのは製鉄というよりかは鉄と炭素による合金、鋼の錬成技術というべきかもしれない。じゃあ鉄器自体は普及していたけど、やはり武器としての能力はヒッタイトの方が上やったってことなんかな。ヒッタイトを鉄の国とか言ったりするんだけど、それはあくまでも日本の中だけの話なのさ。まあ他の国がどこまで鉄器を保持していたのか、ヒッタイトと比べてどうだったのか不明な点が多いが、まあこの辺は次回の動画以降おいおいとやっていくぜ。ヒッタイトがアナトリアで勢力を拡大すると同時に、アッシリア商人たちは交易からも手を引いている。もしかしたらヒッタイトはアナトリア半島で採掘できる金属の独占を図ったためかもしれんし、メソポタミアの情勢的に危険になったからかもしれんし、この辺もはっきり言ってよくわかっていない。だがいずれにせよ彼らは戦が強かったことははっきりしているだろう。ヒッタイトに強襲されたバビロンも国家が崩壊するまでボコボコにされたんだが、ヒッタイトは嵐のようにアナトリアへ帰っていったんだ。まさに戦の神やんけ。物欲じゃなくてほんまに戦化したいだけの大モンガーやったんか。ヒッタイト人の戦の目的は領土拡大というより略奪がメインだったんだ。彼らはバビロンをひとしきり荒らし回った後、財産や捕虜を連れてアナトリアに帰還したんだ。この時バビロンの神マルドゥークとその従者の像も押収されているぜ。もうむちゃくちゃ。バビロンはこれで滅びたわけやけど、この後メソポタミアを支配するのは誰なんや？うん、そこは詳しく分かってはいないぜ。はい、出ました。今日のクマは調子悪いな。おう、まあこの辺は記録がねえからな。だがここからはメソポタミアだけではなく古代オリエント界を見渡しながら歴史を追いかけていく必要がある。そうすることでよくわかんねえメソポタミアの歴史も10億分の1くらいはわかると思うぜ。ひとまずバビロニアという地域だけの話をするなら、さっきも紹介していたカッシート人によってカッシート王朝が誕生した。カッシート王朝の足跡を確認できる確実なものとしては
ブルナブリア州1世がアッシリア王プズルアッシュル3世と境界を定める記録が残っており、紀元前1500年にはカッシート王朝が存在していたかもしれないってことぐらいなんだ。よし、ややこしいから一旦カッシート王朝にバビロニアは統一しておいてもらおう。このカッシート王朝、そしてこちらも先に紹介した海の国第一王朝とが南北に分かれてバビロニアの覇を競ったと考えられているんだ。そしてお前の願い通り、この戦いに勝利したカッシート王朝はバビロニアの支配者となったっぽい。最後はわけわからん国とわけわからん国が戦って、わけわからん国が勝ったんやね。